第2回ロイロ TV in ギフということで始めていきたいと思います。前回は田山先生から事例発表の方をしていただきましたが、今日は第2回目ということで、瀬口先生ですね、岐阜市立相川北中学校から発表をしていただきます。テーマの方がロイロノートを用いた思考の可視化と交流による広がり深まりということで発表をお願いします。それでは瀬口先生の方にバトンタッチしたいと思いますが、先生よろしかったでしょうか？あ、はい、大丈夫です。はい、それでは教諭の方を切らしていただきます。発表の方をお願いいたします。はい、では、コンテンツの共有をさせていただきます。画面は見えているでしょうか？はい、大丈夫です。はい、では改めまして、岐阜市立相川北中学校の瀬口です。教科は先ほどの紹介のように社会科です。今年度は私、特別支援学校の、免許も取得しているので、特別支援学校の担任をしています。この度は、こういった発表の機会を与えていただいてありがとうございます。ロイロノートを使い始めて、まだ半年ですし、拙い実践ですので、発表後の意見交流の中で先生方からいろいろ教えていただけると、大変ありがたいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。ちょっと緊張してますが、はい。気楽に行きましょお願いします。う。お願いします。お願いしまはす。い。ご紹介にもあったように、テーマは画面通り、ロイロノートを用いた思考の可視化、見える化と交流による広がり深まりです。サブテーマが、どの子もできた、分かったと感じられる授業を目指してです。サブテーマにある、どの子もできた、分かったと感じられる授業にしたいなーっていう思いは、教員なら誰しも、どの先生方も持たれている願いだと思います。ただ、この願いって、教員を長く続ければ続けるほど難しく感じないでしょうか？皆さんはどうでしょうか？学力の違いだったり、例えば文章で表現することが得意とか不得意だったり、特別支援の担任をしているということも含めて、発達障害を持つ子どもたちであったりと、学級には様々な子どもたちがいます。しかし、その昨年度からロイロノートを活用した授業をすることで、その願いを、以前よりも実現しやすくなったかなと感じています。じゃあ、どうすれば、どの子もできた、分かったと感じられるのか。で、その答えは本当にたくさんあると思うんですけれども、今回はテーマにあるように、2つのポイント、思考の可視化と2つ目の交流による思考の広がり深まりっていうところをポイントに、今日はお話をさせていただきます。どうしまった。ごめんなさい。よいしょ。1つ目に、思考の可視化について、いくつかの実践をもとに話をさせてもらいます。人間は、情報を視覚から8割得ているっていう研究を、聞かれた方も見えると思います。こういう研究結果にあるみたいに、大人でも聞くだけではなかなか内容を理解できないですよね。この発表とかも、パワポとかスライドがないと、ちんぷんかんぷんになるのと一緒かなと思うんですけど、ましてや子供たちなら、なおさらかなと。で、また、特別支援学級であったり、通常学級の子供たちの中には、耳から入ってくる情報よりも、目からの情報の方が処理しやすい、視覚優位っていう特性を持った子供たちもいます。で、そこで、ロイロノートを活用して、思考を可視化、見えるようにすることで、自分の考えや変化を客観的にわかる、メタ認知っていうのがしやすくなったり、また仲間の考えも、目に見えるので理解しやすくなると考えました。その思考の可視化を意識して、選択判断をする授業の中で、心情グラフっていうのを使って思考の可視化を行うっていう授業実践をしましたので、それを紹介したいと思います。わからない言葉ばかりでごめんなさいっていう先に謝るんですけど、選択判断する授業って何かなっていうと、例えば社会科でいくと、死刑制度に賛成ですか、反対ですかとか、日本は今後、高福祉、高負担、税金がたくさん増えるけど、国からのサービスが多い国か、
税金少ないけど、例えば救急車に乗ったらアメリカみたいに何万円かかる、そういう国がいいか、どちらの国になるといいかっていうようなことを子どもたちがこっちがいい、あっちがいいって選択判断する、そういう授業をさせています。また、身長グラフという言葉が書いてありますけれども、これは自分が勝手に作った、オリジナルの言葉になります。どんなものなのか実際に紹介します。ロイロノートのカードは、サイズを自由に変更することができますよね。で、そのことを利用して、A か B かの二者択一ではなくて、心情をですね、ちょっと画面を操作させてもらうと、まあ、こんな感じで、ピンクの割合は 80% かなとか、いや、40% かなとか、そんな風に、操作することで、心情をパーセントで示したものを、まあ、勝手に心情グラフっていう風に名を付けました。で、この心情グラフを用いると、まず直感的に、考えを表すことができるかな。それこそ、小学校1年生の子だって、ナンパ、これぐらいとかって表せるかなと。で、文章で表現することに難しさを持っている子でも、こういう方法を取れば、自分の考えを表現しやすくなるかなと。で、表現しやすいと、学びのやる気になって、それが主体的な学びにつながるかなと思っています。また、0か100ではなくて、こう何パーセントって示すことで、それぞれの揺れ動く思考を可視化できることが、可視化することができると考えます。また、画面にあるように、これ後で紹介するんですけど、グループの仲間と交流すると、相手の思考や立場、そして自分との違いが一目でわかるので、どうして A の割合が多いのとか、ほとんど A と B に差がないけどどうして、私と全然違うけどなんでそう思ったのと、生徒が主体的に質問し合う、対話的な学びが自分の授業では生まれていました。また、この心情グラフ、学校の先生とちょっとこう、アイデアを出し合って、今のこの形に落ち着いたんですけど、画面にあるように、交流前と交流後を1枚のカードの中、そして上下に配置して、真ん中に線を引くことで、自分の考えの変容を、自分はこうやって変わったんだって、メタ認知して、で、それが深い学びにつながるように、配置などを工夫しました。この実践を、校内で紹介したところ、道徳の授業の中でもう、使ってくださる先生が見えました。で、道徳の授業で、画面にあるように、心情園っていうのを使った経験のある先生方も、見えると思います。本校が使っている道徳の教科書だと一番後ろに心情園を作るっていうのがあって授業でも使うんですけど、この心情園だと最初の自分の考えからその後はこう変えていくと最初どれぐらいの割合だったかっていうのが見えないんですよね。でも自分の作った心情グラフだと、まあ、交流前と交流後の比較がしやすい、自分の変化が分かりやすいっていう良さがあるんじゃないかなって思っています。あ、よかったですか？はい、そうですね。あ、ごめんなさい、ちょっと。はい。先ほどの紹介した死刑制度の賛成か反対かの授業を例で挙げさせてもらうと、展開1で個人の考えをまず心情グラフで表す。展開2で4人ほどの小集団交流をして心情グラフを見ながら意見交流をする。展開3ではバタフライチャートをもとに論点を整理して、で、最終決定した考えを心情グラフ2の下の方に表す。そして最後、自分のまとめを、まあ、この情報分析チャートを活用しながらまとめて自分の最後まとめをするといった展開をしてみました。先ほども、道徳の授業で活用していただいた先生がいるという話をしましたが、この心情グラフの実践、道徳や、他の教科でも汎用性のある実践なのかなって考えています。また、ロイロノートにもともと多くの思考ツールが、入って、
使ってらっしゃる先生方も多いと思います。私の実践でいくと、例えば地理の学習の中で東日本大震災が起きた時に、関東地方で、たくさんのこの家に帰れない人、電車が動かなかったりして、帰宅難民って呼ばれる言葉があるんですけど、がたくさん出たのはなぜかっていう課題に対して、今までの5時間ぐらいの授業のことを総動員して理由を考えるという授業を行いました。で、その際にクラゲチャートを活用しました。単元の中で学んだ多くの知識や考えを整理するってすごく全部の生徒にっていうとすごい難しいんですけれども、このクラゲチャートを用いて考えを整理することで、最後こんな風に文章でどの生徒もまとめを書くことができました。その中には文章でものを書くってことにすごく苦手さを感じる生徒もいたんですけれども、一旦クラゲチャートで思考の可視化をすることで、こういった風に、自分の力でまとめを書くことができたんじゃないかなって思っています。思考ツールを活用しながら思考の可視化を行うことで学習に苦手さを感じる子もできた、分かったと感じやすくなったと感じました。また、ロイロノートの良さの一つだと思うんですけれども、絵や写真に直接書き込むことで思考の可視化を行いました。例えば、画面にあるように、これ2年生の歴史なんですけど、江戸と明治の違い、江戸から明治どうやって変化したのっていうのを直接丸で囲んだり、ポイントを書き込んで、で、言葉だけの書き込んで、それを提出箱で共有しました。言葉だけの説明よりも、目で見えることで、ぐっと相手の考えが分かって、理解が深まります。また、こんな授業もやったんですけど、3年生の公民で経済の勉強があるんですけど、自分たちの身近な広告の中には、商品を売るためにいろんな工夫があるよ。じゃあそれを見つけてみましょうっていう授業をしたんですけど、まあこの時も、丸で囲んだり、ポイントを書くことで、仲間の考えがすごく分かりやすくなりました。このように、ロイロノートを用いた思考の可視化が子どもたちのできた分かったにつながると考えて、実践をさせてもらいました。はい、なんかずっと一方的に喋ってますが、なんか先生方なんかありますか？よかったですか？いや、めちゃめちゃいいです。ありがとうございます。あ、いいですか？はい、分、はい、かりました。じゃあ、次に2番の、交流による思考の広がり深まりについて説明させていただきます。次の実践では特に共有ノート、クラスや班で同じノートに対してみんなが自由に書き込める共有ノートを使うことで、どの子も課題に取り組める土台作りをするってことを意識しました。これだけでは分かりづらいと思うので、具体例を出してお話をさせてもらいます。3年生の公民的分野の経済の勉強で、いろんな経済の勉強した最後のまとめの活動に、こういう内容があります。コンビニエンスストアのお弁当を企画しようという単元があります。この授業は教科書にある、3つの架空の町を選んで、その町の条件に合った弁当を企画すると。潰れないように、弁当が売れないと君たちのコンビニは潰れちゃうので、それを企画しようっていうものなんですけど、やっぱりいろんなお子さんがおるので、もう最初から何から考えていいかわからないって困ってしまう生徒が、多くいますし、また一人では多様なアイデアはやっぱ浮かびづらいです。そこで最初はグループになって、共有ノートに画面のような、ウェビングを作成する活動を行いました。このウェビングは、ウェブアップとかっていう他の名前もありますけど、まあ、社会だけじゃなくって、総合の勉強とか、英語、美術のアイデアとか、一つのテーマを連想ゲームのように、そして蜘蛛の巣のようにどんどんつなげていくっていう思考の可視化の方法になります。例えば画面にある A 氏だと、右側に、病院が近いと、
病院が近いから、高齢者や入院者が利用しやすいといいんじゃないの。そうなると片付けがしやすい弁当がいいとか、消化にいいものを入れるといいんじゃないかとか、この中には載ってないんですけど、高齢者がお金を払いやすいようにワンコインでいいんじゃないのって、教員サイドがびっくりするような意見も出て、子供たちってすごいなーって思ったんですけど、こうやって一人では思いつかないようなアイデアを共有ノートによる交流によって、どの子も仲間と共有しながら思考を、考えを広げることができていました。ただ、このウェビングの作成にあたって、実は一つ困ったことがありました。ロイロとかロイロノートの批判ではないので、誤解をしてほしくないんですけど、ロイロノートは一つのカードから、矢印を一つしか、伸ばすことができません。ウェビングっていうのは、こう、一つの意見から二つや三つ、四つに分かれたり、いろんなことが結びついていくので、一つだけの矢印だとちょっと表現がしづらいんです。でも、この画面のですね、ここを見ていただくと、ビーチが近いってところから、若者が集まると、水分っていうふうに、二つ矢印が伸びているのが、画面でもわかると思います。どういう方法をしたかというと、ごめんなさい。こんな感じにしてみたんです。透明な小さなカードを複数作って、で、ウェビングを完成するっていう方法を考えてみました。実際に生徒がウェビングを作成している様子を動画に収めていますので、右下あたりを注目して見てほしいと思います。ちょっと動画を流します。自分で小さい括弧作って、つなげて、で、ちょっと配置が悪いので、場所を動かすと。このような感じですが、皆さんに伝わったでしょうか。手書きで矢印を書く方法も当然あると思うんですけれども、この方法であれば、後から位置を変えたりとか、意見を追加したりとか、配置を変えて整理するっていうことができるので、このやり方のこのやり方すごくメリットがあるんじゃないかなって考えています。で、以前これを紹介させてもらったときに、大変そうじゃないっていう声も出たんですけど、一度このやり方を子どもたちに説明すると、子どもたち、自分たちの力でどんどん意見を出しながら、このようなウェビングを作成していました。で、その姿から、子どもたちが持っている力って本当すごいなっていうことと、そういう子どもたちの凄さを、ロイロノートをうまく活用することで引き出すことができるんやなってことを感じました。このウェビングで出た意見をもとに、その後は個人で弁当の企画を行いました。黄色でマーカーが引いてある部分が、ウェビングで出て、自分はこの意見を採用しようというふうに子どもたちが仲間の意見から取り入れた意見になります。共有ノートを活用することで、一人で考えるよりも思考が広がって、そして個人になっても手元に仲間と作成したウェビングがあるので、それを土台、手がかりに、どの子も弁当を企画することができました。実は、ロイロノートの導入までは、自分はこの弁当の企画をする授業は、最初から最後まで、グループでやってたんです。で、それは、先日したように、学習が、やっぱ苦手な生徒にとっては、一人で企画することは難しいであろうと。画面に映っている黄色い部分をまず思いつかない。何から考えていいかわからないっていうところがあったので、もうグループでやった方が、楽であると。ちょっと情けない発言ですけど、っていうふうに思って、ずっとグループでやっていたんです。で、そういうグループで弁当を企画すると、いろいろなアイデアが一人一人にあったとしても、一つにまとめる過程で、その考えが埋もれてしまうっていうことはたくさんありました。ですが、今回、途中までは共有ノートで仲間と共に土台、
ウェビングっていう土台を作って、その土台ができたら個人で考える、学習するっていうことで、出来上がった企画は今までの自分の授業の中でも一番一人一人のオリジナリティ、その子らしさが溢れる弁当ばかりでした。自分の力でできたという充実感がグループで企画していた時よりも生徒から感じられましたし、何より一人一人に以前よりも力をつけることができたと思って、ロイロノートがあったおかげで、なんかすごく充実感が自分にも子供たちにもある実践になったと思っています。また、この共有ノートを活用した次のような実践も行いました。それは仲間の意見に対する反応、リアクションも可視化すると面白いんじゃないかっていうアイデアです。画面にあるように、SNS 等で見られるいいねボタンのような画像と名前を書き込むカードを組み合わせてみました。今回は、個人情報の関係で、グレーでちょっと塗らさせてもらっています。これをすると共有ノートでただ仲間の意見を見るのではなくて、仲間の意見の中で、あ、これいいなって感じるものに、そのいいねっていうカードを貼ることで、目的意識を持って子供たちが意見を見るようになります。そして仲間の意見を見ようとすることで、主体的な学びであったり、その後交流で、あ、さっきのこのやつ本当良かったよねって、対話的な学びになっていました。こんな風に、思考の可視化と交流による広がり深まりを大切にすることで、どの子もできた、分かったと感じられる授業に少しは近づいたんじゃないかなって思っています。最後に、この項目立てにはなかったんですけれども、生徒のできた、分かったを、やっぱ私たちは評価する必要があります。で、その評価をやっぱきちんとするために、ロイロノートに便利な機能があるので、自分が使った機能を紹介したいと思います。ご存知の方も多いと思いますが、ロイロノートには、提出箱に提出されたものを生徒ごとに表示するという機能があります。この機能を使うと、一人一人の今までの提出物を一覧で見ることができます。そうすると、生徒の中には、だんだんまとめの文章の量とか質が上がるっていうのがこう分かる、一人一人の成長がよく分かるっていうことがすごく自分の中ではびっくりしました。今まで社会科ですと単元が終わるごとにノートを集めて評価をしてで返却するというやり方をしているんですけれども、こういう長いスパンで子どもたちがこんな風に変化したっていうことは、今までの単元ごとにノートを集めるっていう方法では、できない評価でした。この生徒ごとに表示する、まあもちろん、ロイロノートにいろんな子供たちの作品であったり、考えだったり、まとめを積み重ねる必要はあると思うんですけども、その積み重ねをして、学期末とか年度末に、この生徒ごとに表示するって機能を使っていくと、評価する上ですごく有効なんじゃないかなと思っています。昨年の、学年末、この生徒ごとに表示するっていうのをうまく活用して、なんかすごく子どもたちにきちっと、正当に評価できたという感覚がありますし、子どもたちにも、あなたって最初古風だったけど、こんな風に書きぶりが変化したよね、この変化ってすごいよねって書き付けることで、なんか子供たちが、あ、私こんなことできたんだ、分かったんだってことが、こう、実感できるような価値づけをすることができて、この生徒ごとに表示するは、僕の中では神機能かなって、感じています。以上、まとまりのない発表になってしまいましたが、思考の可視化と、交流による広がり深まり、そして最後付け加えさせてもらった評価の工夫をするということについて、話をさせていただきました。ロイロノートの可能性は、アイデア次第で無限大に広がるなって思っています。これからも皆さんの実践を、参考にさせてもらいながら、より子どもたちに還元できたらなと思っています。これで発表を終わらさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。江口先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。
それでは皆様、発表を聞いていただきまして、ご感想や、質問などが、ございましたら、チャットの方で、書いていただくか、直接こちらで、お話ししてもらっても、構いません。これより交流の、時間にしたいと思いますので、お願いいたします。チャットに質問が、ね、出てきて、チャットとかに結構感想が来ているので、それ拾ってみてもいいかもしれないですね、まずは。そうですね。うん、なければ、小木曽先生が多分めちゃめちゃいっぱい言いたいことあると思うので、それでね、多分40分ぐらい全然時間が持っちゃうんで、まずちょっとチャットの方拾わないとなんかいけないかなって気がします。そうですね。チャットの方にもたくさんコメントいただきまして、ありがとうございます。あの、ウェビングの画面ですよね。あの、僕もびっくりした機能だったんですけど、あの、透明カードで隠してからの枝を作るという、ちょっと手書きの発想でしか僕もなかったので、すごい驚いたんですけど、あの、結構そうですね、あの、シンキングツールとか、それこそ共有ノートって、最初どうやって使ったらいいんだろうみたいなのが、こう、わからない。っていうのも多いと思うんですけど、こうやって今日いろんな実践例をこう見させていただいて、あ、こういう使い方があるんだっていうのが結構あの実、うん、具体例とかもあの見させていただいたので、すごく勉強になりました。僕も本当にありがとうございます。ありがとうございましたといった形でたくさんそのコメントが出てまして、そうですね、評価のところも先日ですね、あの先生からお話しいただいた時よりもまたバージョンアップというか、パワーアップというか、さらに活用が深まってて、ちょっとびっくりしてるんですけど。あ、はい、あの、まあ、じゃあ、そういう方法ないんかなっていうことを喋っとったら、まあ、教えてもらえて、そう、あの、やっぱ、指導と評価の一体化とかって最近言いますけど、評価すごく難しいですよね。だからなんか評価っていうところをなんとかしたいなって時に、うん、はい、その僕の中では紙機能の生徒ごとに表示するがあったので、うん、で実際やってみたら、あのそんな風にあの子供たちの個々の変化がわかるっていう、それは自分は全然想定してなくて、あの一覧で見れたら評価つけやすいよなと思ってピッてやったら、あ、この子10月の時と2月で全然違うやんって、すごく自分の中で驚きだったので、うん、あのこうやって発表の場をいただきたので、あの多くの先生方に知ってもらうといいかなと思って今日は話をさせていただきました。ありがとうございます。この評価っていうのは、あの生徒一人一人にこう見せたりしてるんですか？生徒ごとに表示して、あ、君こんな風になってるねってあるとか、それと講演の声かけっていうのもしてたりするんですか？できるときはです。基本的には、あの、一回ずつのことについては、あの、書き込んで、提出箱で返す。で、評価をつけるってことはしてますけれども。コメントを書いて、こう、返却機能で返すっていう。ああ、そうですね。はい。ただ、まあ、あの、あんだけ十何枚とかのやつを、全部を見て評価っていうのは難しかったので、うん、まあ、特にちょっと変化が大きかったことに関して、今回はちょっと声をかけたっていう。感じでした、うん、ありがとうございます。なんか瀬口先生のお話に聞き入ってしまって、なんか合いの手入れるとか言ったから、なんか逆に入れたらこれまずいんじゃないかなとか思うよね。無言がめちゃめちゃ怖くて、ご成長したくなっちゃいましたよね。そうそうそう、すごく聞きたくなってしまって申し訳なかった。言ってることとやってることが違って。いいですね、身長グラフとかウェビングとか。本当にあの矢印がちょっと言うこと聞いてくれないのが、ちょっと今はこちらの方にしたいのになんかこっちになっちゃうとか。そういうことあったりしますね。あ、そう、ありますね、はい、あります。でなんかいっぱい出したくって、ここにこう行きたいのにそこに置いたらうまくいかないじゃん、うん、みたいな。あ、ありますね、ありますね。まあでもそれはしょうがないかと思いながらも。でも先生、はい、最初このロイロ TV が始まる前に、スタッフの方がいろいろ話をされていて、そのやっぱいろんな実践を知らないとか、校内で完結しちゃうとかっていうのもあるんですけど、自分で行くと、もう一人こう情報担当の先生が見えて、やっぱ
その先生とどうするといいかなっていうふうにブラッシュアップしたおかげで、あの心情グラフも良くなったりとかしたんです。で、あのいいねボタンも、あのセグ先生これ名前があったらよりいいですよねなんてご意見をいただいて、でそれであの形になったので、やっぱあの一人やと独りよがりになっちゃいますし、あのこのロイド TV であったり、あのやっぱいろんな人と喋ってやるっていうのがいいなって感じてます。ですよね、本当に。ちょっとその心情グラフでちょっと確認したかったことがあったんですけど、はいはい、あれピンクと青、ピンクと水色が、はい、これぐらい、なんかあんまり言っちゃうと白地の部分が出ちゃったりしてませんか。そんなことなかったでしたっけ。あのちょっと最後、慌てとったんですけど、一応基本的にはスタートラインは50-50がスタートして、はい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 、で50-50からスタートするので、どう動かそうが、白地がならないようにはしたつもりなんですけど、伝わりますかね。わかんない。あのちょっとコンテンツ共有させてください。はい、お願いします。いや、あの白地にはなっちゃう時もあるんですけど、そうですね、あ、しまった、ごめんなさい。いや、ただ、なんとなくその、いいぜひぜひ、お願いします。はい、教えてもらって嬉しいですけど、ごめんなさい。どうかな。一応、スタートは、ここから子供たち、50-50からスタートして、で、まあ、ピンクやとこうやし、青長押しやとこうなので。あ、そういうことか。そういうことか。あ、なるほど。あ、伝わりました。わかりました。あ、なるほど。どっちかを動かすもんでってことですよね。あ、そうです。そうです。なるほど、なるほど。でも、はい。説明になりました。納得しました。はいはい。そうなると、逆にピンク、例えばピンクを小さくしたいって思ったら、ピンクを小さくしちゃう子も出るのかなとか思って。うん、まあまあ、それは別にいいのか。そうですね。多分。青を大きくする。そうだね。うん、1回目の時はそういう子もいて、長押しをして、うん、あの動かせるようにしてとかっていうのが、最初あやふやだと多分、どうなるや。あ、ちょっとうまくいかないですけど。うん、なんですよ。慣れてくると。そうですよね。慣れてくれば問題ないですよね。あ、でもこういうふうに、ちっちゃくなったって思いましたけど。いや、そうなんです。だから、はい、心配したのはその今みたいにこう小さくなる可能性あるのかなってちょっと心配したので。 なりました。もしかしたらですけど、はい、例えばですが、その青を最初 100% 置いといて、その中にピンクを 50% で置いてピンクを動かしてみたいな風にしたら、そういう心配はないのかなと思ったぐらいで。こういう感じですよね。そうです。青 100% にしておいて、で、その中にピンクを入れ、ピンクを、あ、ピンク入れちゃう。あ、入れちゃうか。最初から入ってれば小さくなるとか、そういうことももう起きないのかなとか思ったぐらいで。まあでも、どっちがいいかはちょっとわかんないですね。ごめんなさいね。適当なことで申し訳ない。いえ、そうなんです。ありがとうございます。まだちょっと試してみます。どうも。はい。あ、でも別に。勉強できます。子供が慣れてるならもう別にそれでいいと思います。はい。なんとなく繰り返しとったら慣れてきました。はい、ですね。はい。最初にやる子が困るかなとか思ったぐらいだけなんで、全然いいです。すいませんでした。失礼しました。でも、お嬢先生とかさっきのね、分岐のやつもそうなんですけど、子供案外器用に触ってくれるんですよ。そう。まあ、ちょっとね、岐阜市なので、iPad だからっていうね、その操作性が高いからっていう利点ももちろんあるとは思うので、その例えばその、触れない端末とかをタッチパネルに対応してないような端末とかをね、採用されてる場合には、ひょっとしたらちょっと操作しづらいとかっていうのが、うん、マウスでやんなきゃいけないとか、トラックパッドでやんなきゃいけないとかだと、ちょっとやりづらいとかがあるかもしれないなって思うんですけど、でも本当にね、瀬口先生のお話聞いてて、子どもたち器用ですよねって、ちょっと改めて思いました。うん、いや、本当そう。うん、
や、もう感心しちゃいました、内容に。もう一個テクニカルな質問が山田先生から来てて、いいねボタンはどうやって作られてるんですか？これ皆さん確かに知りたいですよね。いや本当にあの著作権的にいいのか分かんないですけど、あのあれです、インターネットからいいねのマークを画像保存して、それをロイロに貼り付けて、でいいねボタンの下に、白い四角のものを貼った、で固定しただけです、うんうんうん、答えになってますか？僕は分かりました今ので、はい。ありがとうございます。まあそうですね、画像を取り込んで、あの子供たちにあのそれをいっぱい乗っけてねって、そんな感じですよね。ああ、そうです、そうです。タミヤ先生も手を挙げてくださっているのかなと思います。あ、神谷先生、ちょっと喋っていいですか？はい。まだ2ヶ月しか特別支援学級に配属されて経ってないんでしたっけ？一応、他の学校で3年ほどは、次女の担任はしているので、完全に、2ヶ月ではないですけど、今の学校では2ヶ月です。はい。いや、で、僕はだから、中学校ですよね。中学校の特別支援学級の子供の実態がわからないなと思ってて、一応、今日拝見した中では、以前拝見した、なんだ、多分、通常級の子たちの実践が多いのかなと思ってたんですけど、やっぱりウェビングの、図とかは、特別支援学級の子たちには結構難しいのかなとか、特に、まあ、中学校とはいえ、特別支援学級で、ウェビングのような、枝分かれの、学習の仕方、まとめ方の発想が、特別支援学級のどれぐらいの知的のレベルの子ならどうなのかっていうのが、まあ、もし今年度の紹介があったら教えてほしいなと思って聞きました。ありがとうございます。自分は特別支援学級の中でも自閉症情緒学級なので、もう3学年が一クラスにいて、基本的には通常学級と同じ教育課程をやる関係で、もう本当それぞれが個の学びなんです。なので一人の子はワークをやるし、一人の子はこのプリントやるしっていう風で個別でやることが違うので、正直今回のロイロノートで紹介させてもらったその対話的なとかっていうところはちょっと今の実態の中では難しいので、ただ私も今年1年間の中でどうやったらこう自閉症情緒学級の子たちの確かな学びのができるかなと、でその中でじゃあロイロノートなんか活用する方法ないかなっては思ってて、なので今回お話をいただいた時に、おそらくその教科でロイロの発表される方はたくさんいると思うんですけど、特使でっていうアプローチの方は少ないと思ったので、これ特使でやったら面白いかなと思いつつ、この2ヶ月ではなかなか自分の中でこれっていうのがなかったので、またなんかそういった実践をご存知の先生方が見えればまた教えてほしいです。多分知的学級やとみんなで一緒のことなんかやろうかっていうので、いろいろとかうまく使えたりとか、クイズ機能とかも最近入ったのでできるかなと思いつつ、この学びの今の実態とちょっと使いづらいなっていうのが正直なところです。はい。お答えになったでしょうか。宮先生いかがですか？あ、はい、ありがとうございます。まあ、だからむしろさっきの感情グラフは多分すごく視覚的優位なものなので、うんうん、特別支援学級の実践にすごくいいなとは思うし、うんうん、はい、その後のウェービングのやつはちょっと難しいかなと思って聞いてたんで、ありがとうございます。私もそう思います。ありがとうございます。多分小木先生かなも書かれてて、岩島先生も書かれてて、自分もそう思ったんですけど、今回何が良かったって瀬口先生が心から
子供たちの成長を本当に嬉しく思ってるんだなっていうのがすごく感じられてめちゃくちゃいいなって思って聞いてたんですけど、なんかあの、ね、もちろんタイトル通り本当にタイトルの伏線回収全部あったなとかって勝手に思ってるんですけど、そのあのやっぱ先生の中であの思考を見える化したいっていうところの中になんかあのもちろん今回はあの授業での実践ってことだったので具体的な成果物はその生徒が作ったアウトプットだったりってことになると思うんですけど、なんか学級記念やってるとその荒れてるクラス荒れてないクラスってそのお互いのことが何て言ったらいいかな、お互いのことをちゃんと名前とか自分の考えを持った人間だって思ってるとそんなに荒れない気がするんですよね。でその子供が大人になった時もそのいろんな考えがあるけど相手はなんか独立した人格持ってて、あの僕と感じ方は違うかもしれないけど相手なりにいつも考えてるなんか独自の感性持ってる人なんだってことが分かってるとそのいろんな人と仕事しやすかったりするのかなと思うんですけど、本当に勝手な自分のなんか思い込みかもしれないですけど、先生冒頭でもおっしゃってましたけど先生の中でそのなんていうかな学習成果を上げる以上にその子どもたちのその相互理解だったりとか学級経営とかの面でプラスになんかなってるところとかって結構大きかったりするんですかね。あの本当おっしゃる通りで、まあ、今回は社会科っていうところで当たっていたのでそこで話をさせていただきましたが、まあ、結局あの共有ノートで去年は3年生の担任もしていたので、うん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 、あの学活でもよく使わせてもらいましたし、うんうん、あのやっぱじゃあ班で話し合ってみましょうってやると、まあ学年とかその時の実態にもよりますけど、例えば人任せでいいわとか、うんうんうん、力の強い人のこの意見がぐっと入っちゃうとか、でやっぱ個々の意見とか個々の立場がないがしろにされてしまうってことがやっぱ学級経営上嫌ですよね。でも共有ノートでじゃあ一人一人がまず意見出してみようよっていうふうにすればやっぱその子の意見が大事にされるし、あ今おっしゃられたようにあこの子と私ってやっぱ似た考え方だなっていう安心感もあるだろうし、そういう考え方もあるのかっていう相互理解にもつながると思うので、うん、去年は本当学活最初は社会科でって思っとったんですけど、学活とか学級チェーンの中でも、たくさん、ルールノートというか、共有ノートを使わせてもらって、で、子供たちの口からも、僕からじゃなくて、先生、この内容、意見、班で出し合いたいんで、ルールでいいですかなんてこと、提案があったので、うん、そうやって、学級チェーンでも、うまく使わせてもらっとるかなって思ってます。以上です。はい、ありがとうございます。亜生先生、いかがですか？いい時間になってきました。そうですね、もういい時間になってきましたが、9時までを予定しておりますので、もしまだご質問等ございましたらチャットで投げていただけると助かりますが、もしなければ最後感想を言っておしまいにしたいと思うんですが、いかがでしょうか皆様、よしかったですかね。瀬口先生、すいません。本当に本日はありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。同じ社会科の人間として、生徒の、はい、思考の可視化というのはもう、僕もずっとしたいなというふうに思ってまして。で、先月学年末ですかね。一度、その事例を、聞かせていただきまして。で、またちょっと詳しく聞きたいなと思って、すごいちょっと個人的な聞きたい欲からも、お願いをしたんですけども、本当にまたさらにバージョンアップされてまして、本当に素敵な実践をありがとうございました。ありがとうございました。はい、見える化の授業に向けて、はい、大いに参考にさせていただきたいです。本当にありがとうございます。すいません、はい、どうしましょう、一旦もう切り上げてしまいましょうかね。最後に、永瀬先生、これ次回はまだね、出演の方とか決まってないと思うんですけど、今日多分結構なんか聞いてみて、またこういうね、岐阜県のいろんな人の話聞きたいなって思った人もいらっしゃるんじゃないかなって思ってて、うん、現段階ではなんか次いつやるとかってあるんですか？そうですね、前回も今回も月の末ですね、うんうん、の土曜日が比較的まあいいかなというふうに思ってまして、まあ、来月も6月末にできたらいいなということを考えてます。うんうんうん、ありがとうございます。
で、あれですよね、その開催情報とかは LEG 岐阜のそのメンバーに、なっていただくと、スラックとかでお知らせしますよって、そんな感じですかね。そうですね、スラックの方で LEG 岐阜の今すみません画面に出していただいてますが、うん、ホームページの方で参加の申し込みができます。で、まあ、申し込んでいただくとスラックの方にも参加を、まあ、していただいて、そこで最新の情報であるとか、うんうん、こういったイベントやりますよっていうのも、随時紹介していきますので、ぜひ皆様参加していただけると、はい、情報もゲットできるし、さらに交流も広がるかなと思いますので、お願いいたします。はい、ということでチャットに LEG 岐阜のリンクも貼っといたので、もし今日いらあと、YouTube で見てくださってる方は、概要欄にそのリンクも貼っとこうかなって思うので、参加したいなって方は、ぜひいらしてくださるといいかなと思います。あと今島先生、なんかお話、ちょっとお話が、リーダーから、はい、どうぞどうぞ。はい、すいません、ちょっと私事でかなり遅れてしまいまして、耳だけの場分が多くて申し訳なかったです。瀬口先生、ありがとうございました。ありがとうございました。本当に先生のアイデアマンというか、そういったいろいろ工夫されていくところがとっても素敵だなと思ったのと、瀬口先生、本当に言っていただいたんですけど、本当に ICT の活用っていうのをすごく楽しんで、学ばれている。で、それが本当にこのロイロ TV をやりたかった、まあ、そもそも LG と立ち上げたかった理由で、やっぱ ICT の活用はいろんな人と交流して楽しく学べばいいのかなっていうのがすごくあるので、ぜひこの場をまた広げていきたいですし、まあ、こういうところで ICT はたくさん触れて学んで、まあ、本来の我々がやっていかなきゃいけない教材研究や学級経営は、なんかどっぷりとやってみたいな、いい学び方で楽しんでやっていけるといいなっていうことを改めて先生のお話を聞いていて思いましたので、ぜひこれからもこういった活動を続けたいと思います。で、自分がちょっと今年からちょっと市役所の方に行くようになった関係で、やっぱり ICT の研修をするっていうと、どうしてもICT の今は ICT を便利に使うから ICT 主体の研修はっていうような声がいくつか聞こえてくるんですけど、今日の瀬口先生の話もそうですし、本当にロイロさんのすごいところだと思うんですけど、ロイロさんの研修なんだけど、本当に事業の本質が学べるというか、学級経営の本質が学べるっていうのが、今まで自分もいろんなところに参加させていただいて感じているところなので、そこをぜひ、また岐阜県の先生方に発信していきたいと思いますし、今日参加してくださった方々も、今日のことでなんか学びがあったらぜひ広げていただけるとありがたいです。で、一点、ロイロ TV とは別なんですけど、まだ表に正式に出すのはちょっと先になってしまうと思うんですが、7月の8日土曜日に、江那市の市民会館の方で、ちょっとしたロイロの、イベントを企画はしているので、また紹介していこうと思っています。こういうところに参加していただいている方であれば、先に声かけていただければ、参加できるように準備しておこうと思いますので、もし、そういうのに興味がある方がありましたら、自分の方に、メールはさっきのホームページにありますし、どんな形でもいいので連絡いただけるとありがたいです。で、認定ティーチャーになられている方々は、お手伝いいただけると、逆に、まあ、やった形のような形の、認定ティーチャー側になっていただけるので、協力していただけるとありがたいですし、5名の方がその方の、声かけで認定ティーチャーになられると、事業デザイントレーナーもいただけると思いますので、もし、そういったことも興味がある方はぜひお願いしたいです。7月8日の、今のところ、土曜日の予定と、また別な形でもしかしてあるかもしれないので、そちらも、どこかでお知らせさせていただきたいと思います。すいません、長くなりましたが以上です。ありがとうございました。ありがとうございます。8日行きたいと思ってます。ぜひ来てください。ぜひ参加させてください。お願いします。ありがとうございます。それでは、すみません、お時間が、来ましたので、第2回目の、ロイロ TV in 岐阜ですね、この時間をもって、終了とさせていただきます。ぜひ参加された皆様、どうか各自学校でこういったのがあるんだよっていうのを紹介していただけると、また大いに輪も広がると思いますので、またみんなで作り上げれたなというふうに思ってます。本当に皆様、今日はありがとうございました。ありがとうございました。先生もありがとうございました。ありがとうございました。